皆さんこんにちは、ももです。今回のテーマは接続法です。 Hola, hoy vamos a ver el tema de modo subjuntivo。 今回のテーマはいくつかのビデオに分けてやります。今回は第1回目なので、ちょっと説明、接続法が何かっていう説明をするので、ちょっと前置きが長くなってしまいますが、もうそれはいいから本題に入ってって思う人はここに何分から見れば大丈夫だよっていうのを入れますので見といてください。それでは説明に入っていきます。もしコメント等がありましたらコメント欄にお願いします。さて、接続法です。一体何と何が接続されるかというと、どうやら主接をけで別の文章と接続した時に、従属接がの中での動詞の活用が今までと違ってきまいます。違ってきますなんかへって思うような動詞の活用になってしまうんですね。で、これを接続法と呼ばれています。じゃあ一体どういう時に接続法を使うかというと、一言ではなかなか言えないんですけど、無理して一言で言うと、話し手の主観や気持ちが入っている時に接続法を使うんです。接続法は生活のありとあらゆる場面で出てきます。でもこれをマスターすれば一気にスペイン語力が飛躍するので頑張りましょう。習い始める頃はいろいろと戸惑うところがあるかもしれないんですけど、でもパターンで覚えたらやりやすいと思うので、それをおすすめします。それでは早速始めましょう。先ほど従属節の中で接続法を使うと言いましたが、独立文けで使わない文章の中でも使うことがあるので、第1回目はそれを見ていきましょう。今日はおはらけの表現を練習します。願望を表し、独立文で使う接続法です。何々でありますように、何々だといいのに、という意味です。接続法の時制。接続法における時制は次の4つです。現在、現在完了、過去、過去完了。直接法では時制がこの2倍くらいありますから、接続法ではそこまで時間の区切りが厳しくないということになります。次に時制の例です。aprender という動詞で練習をしましょう。現在形の活用は、yo aprenda, tú aprendas, él aprenda, nosotros aprendamos, vosotros aprendáis, ellos aprendan。現在完了形の活用は、yo haya aprendido, tú hayas aprendido,él haya aprendido, nosotros hayamos aprendido, vosotros hayáis aprendido, ellos hayan aprendido。 過去形の活用は yo aprendiera, tú aprendieras, él aprendiera, nosotros aprendiéramos, vosotros aprendierais, ellos aprendieran。 過去完了の活用は yo hubiera aprendido, tú hubieras aprendido, él hubiera aprendidoNosotros hubiéramos aprendido. Vosotros hubierais aprendido. Ellos hubieran aprendido. となります。不規則な活用の仕方もいくつかあるので気をつけましょう。では早速今日の練習をします。願望のおはらやけの練習です。おはらは接続法を使います。おはらみいはパセレクサメン。おはらみいはあやパサドレクサメン。Ojalá fuéramos ricos. Ojalá hubiera comprado esa falda. 何々でありますようにのけは接続法を使います。Que tengas un buen día. Que te mejores. Que se divierta. もう少し練習をしましょう。私の願望をOjalá を使って言ってみますね。Ojalá hoy pueda grabar dos videos.Ojalá mi mamá pueda hacerme banana bread. ちなみに、ella hace los mejores banana breads del mundo. Ojalá mucha gente se suscriba a mi canal. そこで見てるあなた、今すぐ subscribe, please! あとは、Ojalá pudiera ir a restaurantes. Ojalá viviera cerca del mar. などなど。今度は皆さんの番です。
練習してみましょう。今日雨が降ればいいな。明日雨が降ればいいな。空を飛べたらいいな。良い週末を。早く良くなってね。お疲れ様でした。最後まで見てくれてありがとうございます。意見やコメント、質問があれば待ってます。Que tengan un buen día y nos podamos ver pronto. Adiós. お疲れ様でした。最後まで。お疲れ様でした。最後まで。